皆さんこんにちは、ティーチングプロの石井亮介です。本日もハンズゴルフ鈴木さんにお邪魔して撮影をさせていただいております。今日はこれボーケー SM9 のお話をしていきたいと思います。シダル TV でもう今アップされていると思うんですけど、 SM9 のシリーズのすべてのグラインド F から始まって S、M、D、K、L、まあ、いわゆるその市販されている、まあ、一般的なグラインドを、まあ、全種類、まあ、芝生の上で打たせていただくっていう前の撮影をしました。でもそれが今アップをされています。多分3部作かなんかに分かれていて、3種類グラインドを打って、また3種類グラインドを打って、最後選び方みたいな感じのまとめ動画みたいなものがシダル TV の方にも上がってると思うんですけれど、その撮影の中でですね、僕もともと SM8 の時から54、58っていう組み合わせで、しかも両方とも S グラインドをメインでずっと使ってるんですけれど、実は SM9 の発売をするっていう時に同じく54、58で S グラインドで、実はもうオーダーをして、もうそのクラブが届いて、それでラウンドをもうしているんですね。先般、シダル TV で公開されているラウンド動画、ワンウェイゴルフクラブさんでラウンドしてる、その時の動画で使ってるウェッジも SM9 で54、58なんですけど、あのラウンドが、まあ、終わった、あのラウンドはね、普通に朝9時ぐらいのスタートで、1ラウンドスルーで回って、で、お昼ちょっと、一休憩してから、そのまま、今度、もう最終スタートが終わった後の、まあ、ホールを使わせていただいて、ウェッジの、まあ、撮影をさせてもらったんですけど、その日の、いや、もうずっと54、58を使ってた、その午後にですね、まあ、いわゆる F グラインドから何から全部打ったんですけど、まあ、簡単に言うと僕がですね、56F と60の L っていうのに、ウェッジをちょっと変えようと思ってますよっていうお話をこれからしていきたいと、そういう動画でございます。言わずもがな、ボーケーさんはですね、まあもう SM9、スピンミルドっていうシリーズでもうこれ9代目になるのかな。もう僕それこそ学生時代からずっとまあボーケーは使ってるんで、まあある意味ボーケー自分でも好きなんだなって思いますけど、56度のロフトのウェッジを多分買ったのは SM6 か7の時の56度の F っていうのを、まあ買って、それはね、むしろ自分が使うためっていうよりは、レッスンをするときに、まあウェッジのその、まあソールとかバウンスとかを、まあ、生徒さんに理解をしていただくために、まあ、その資料用で買ったっていうのが、まあ、実は本当のところで。でも、56度の F ってすごい楽だね、なんて話はしたんですけど、実際に自分が使うことはほとんどなかったんですね。でも、なんだかんだやっぱり、こう、前作の SM8 の撮影の時にも、やっぱり 56F がすごい安定してて、やっぱこれ打ちやすいな。今回、SM9 の撮影をした時にも、まあ、実際そのワンウェイさんのグリーンがそれなりにスピードが出ている状態のグリーンで、まあ、30ヤードぐらいのアプローチでまあ全部のグラインドを打ったんですけど、 56F で打ったのが一番球の高さも安定していて、で飛んでる距離も安定していて、まあ5発6発打った時にもうほとんどワンクラブ以内、もうほとんど OK みたいなところずっとついてるショットが続いたんですね。石井さんなんでこれ使わないのって、まあ、小山さんなんかにも撮影の合間にも言われたりとかして、翌日、あの撮影の翌日もゴルフだったんで、ちょっとそのクラブ貸してくださいよ、僕ちょっと明日これで回ってくるから、そんな話を冗談でしたんですけれど、まあ撮影終わりました。終わった後にですね、まあ、車で帰ってる途中に、やっぱり SM9 一本買っていこうと思って、明日のゴルフ。で、ちょっとこう、常磐道から、首都高に入っていくぐらいのところで、そういえばこの辺にニキゴルフがあったなと思って。で、ニキゴルフのですね、貨幣店というところに僕は飛び込んでいきまして、SM9 の56の F をですね、普通に買って帰るっていうですね、そういうことがありました。で、実際、翌日、まあ、本厚木カンツリーっていうゴルフ場で、まあ、ラウンドでね、レッスンを、まあ、するんですけど、
その時ほんとこの56が大活躍で、で僕もあえてその54も58もキャディバッグから抜いて、ピッチングの下はもうアプローチウェッジも入ってない、もう56しか入れてなく行ったんですよ。だからキャディさんにも今日はグリーン外したら全部この56ねって言って回った時に、ほんとね、何のこう不満もないっていうか、56じゃ寄らないなって思うシーンは一回もなかったです。結構寄せ球もいっぱい取れて、スコアもいいスコアで回ってて、本格的にちょっとこれ56をメイン使いで考えてみようかなっていうふうに、まあ思ったんですよ。で、まあ54、58ってずっと今まで使ってたんですけど、まあその距離感、自分のこうアプローチの時のベースの距離感っていうのはあるので、それを今何か違うのに変えるって結構リスクっちゃリスクなんですけど、そのリスクを通り越してでも、この56度で、しかも F グラインドの、まあ、有効性というか、どんなとこでもいけるし、上げることもできるし、低くも打てるし、バウンスしっかりついてるんで、ものすごいこう悪いライからでも強いし。で、まあ一応そうは言っても、グリーン周りのどうしても、こう、球を上げなきゃいけないとか、そういう時に56で対応できるのかなっていうふうに不安に思った部分もあったのと、これまた、シダル TV の撮影で打った時に、実はすっごい打ちやすいってことに気がついてしまった、じゃん、60度のですね、L グラインド。これを追加で買うわけですよ。これはレッスン会を毎月やらせてもらっている、やっぱりニキゴルフさんの宇都宮キャテンの、スタッフの方にですね、今度レッスン会の、開催の時に合わせて取り寄せといてくださいって言ってもお願いして、で、それを現場に持ってきてもらったんですけど、まあ一応56度が F なんで、一番バウンスが大きく分厚く強い、ものに対して、まあ、ある意味、60度でロフトが多くて、しかも L グライン、バウンスが4度って書いてある。だから、一番バウンスが大きい市販のものと、一番大きいのかな ?K、多分一番大きいと思う。一番まあ、しっかりバウンスがあるものと、バウンスがないものの、まあ、こういう組み合わせを、ちょっと極端にこう、してみてね。ちょっとこのしばらく、ゴルフしてみようって今、思うところなんです。実際、まあずっと58度を使っていたので、まあグリーン周りとかで何かちょっと問題出るかなーなんて思ってはいたんですけど、まあこの間大箱根カントリー回った時も、この5、6、60の組み合わせで普通にまあアンダーとか出せるので、まあアプローチ何も困らないっていうか、あ、なんで今まで早くこれ使わなかったんだろうっていうふうに思ってるのが今ちょっと本音です。で、あまりにもこれがいいんで、今 SM9 のノーメッキのウェッジを56と60と同じソールで頼むっていうですね。多分な、僕の手元には多分近々、このメッキしてる市販バージョンと、ノーメッキバージョンと、両方とも 56F で並ぶっていう。まあ、ウェッジなんでどうせ消耗品というか、いっぱい使うんで、今こっち使ってるんでね、こっちどんどん使いながら、慣れてきたらまたノーメッキの方が届いたら、それをまた投入してっていう風にすると思うんですけど、っていうぐらい、今ちょっとこのロフトを練習してみたいなと今思ってます。56度の方で、F グラインドの方で、まあ、グリーン周りのアプローチも全部できますし、バンカーショットなんかもこの 56F が多分メイン使いになります。グリーン周りの、なおかつピンに近いニアサイドの、まあ、どうしてもこう、ふわっと上げなきゃいけないアプローチとか、バンカーでもピンがすぐ目の前で飛ばしたくないような時とかに、この60度の L を使うっていう、そういう多分役割分担になると思うんですけど、正直ね、もし本当にこれで自分のウェッジが、定着するんだったら、今持ってる SM9 と8の5458もあるんですけど、まあどっちかを、まあ SM9 の方かな。5458のものをちょっと曲げて、55、59とかにしてみようかなって思うぐらい、ちょっと今まで自分の中でロフトをこう決めつけてね、5458でもこの長々やってるんですけど、これはもしかしたら、大きな変化があるのかなっていうふうに、今思っています。でも、まさかね、自分が60度を使うっていうのは想像してなかったのと、バウンス04度って書いてあるものを使うっていうのも、
本当にこれ想像がつかなかったんですけど、ただね、これ意外とね、こうやって見ると、04って言いながら、結構バウンスアップ思うんですよね。過去にね、まあもちろん僕も60度って書いてあるソールのウェッジを、ボーケーは軽グラインドで60度を買ったことがあるかな。でもあれ僕ね、59度がだから縦で使ってて、まあそれは多分それで使ってたんですけど、まあ軽グラインドだったし、あとクリーブランドとかピンとかのウェッジで60度でバウンスがすごい少ないものを使ったりとかしたんですけど、それはやっぱちょっとね、シビアに感じてしまったのかな。だから、60だけど、意外と打てるじゃんって思ったのが、まあ、ある意味初めてというか、やっぱりまあボケのヘッドサイズだったりとか、ヘッドの重さだったりとか、まあ、好きなんだろうなって改めて思いました。まあ、よくできてるっていうかね、フェースに乗る感じもいいし、SM8 よりもちょっとこう構えた感じとかも結構輪郭とか、ちょっとこうシャープな感じにもなってる部分もあって、まあ大きさといい、そのシャープさといい、なんかこの輪郭のことをなんか、プロファイルっていうふうに言うっていうのは、小山和弘チャンネルで僕は学んだんですけど、まあ、そういった意味に、でも、長くずっとボケを使ってるっていうのもあって、まあ構えやすいっていうふうに僕の中で感じる一つの形なんだなとは思うんですけど、60度にチャレンジをしてみようかな、なんて思っています。あのね、個人的なことを言うと自分の弱点というか、実はあんまり口外はしてないんですけど、グリーンのカラーってあるじゃないですか。あそこでウェッジ使うのすごい苦手なんですよ。結構な確率でしゃっくりしそうになるんで、なんとかうまいことごまかすんですけど、結構気をつけながらやらないと、そのスカッても本当にターフ取っちゃって全く飛ばないみたいなことが起こるんですけど、あのね、60度この L で打つね、そういう風に取らない。本当にボールだけうまく拾えて、あれ？これ問題解決した？なんていう、そんなことも、あのね、結構ほら、名門のゴルフ場なんていうところに行った時のカラーって結構ね、湿り気があって、でもペターっとしてて、難しいんですよ。パター使いたいんだけど、なんか結構距離が長かったりとか、段差とかかかったりすると、パターで打つよりウェッジで打って、ちゃんとそこで打ちたいなって思うんだけど、でもウェッジで打つと着地するっていう、こう、リスクを背負わなきゃいけなくて、結局パターでなんか、ね、うやむやになって、ツーパットでボギーですみたいな感じになりかねないので、まあそういうところをちょっと自分が苦手だなと思っているようなシチュエーションでも、まあ綺麗にボールが拾えたこの60度もすごいなって思いましたし、実際にこの56度を使った時の、まあスピンの入り方の安定感とか、やっぱりね、アプローチした時にボールの出玉の高さがこう不安定ってことは、クラブの入り方が不安定だっていうふうに僕は思ってるんですけど、その、高さが同じところに何回打っても揃っていく。まあ距離感がすごい合いやすいっていうのは、この 56F。まあ、ボーケーさんがウェッジ悩んだら、とりあえずまずこの 56F から使ってみてほしいなんていう、こうね、言葉をよくいろんな媒体とかでも紹介されてるのを目にしますけど、改めてやっぱりすごいなと思った次第です。まあもしかしたら使っていくうちに、まあ F じゃなくて 56S の方がいいなとか、そんなこと思ったりするかもしれないんですけど、ちょっと今僕の中でもこの 56F にちょっと今ハマっちゃった感じが、なかなかこれは長引きそうな感じがするんで、ちょっとこれ 56F60 の L がですね、シダル TV でホワッツインザバッグをおそらくそろそろ撮影するんじゃないかと思うので、まあその時にこれが入ってるのか、それとも5458に戻ってるのかというのはですね、石井亮介チャンネルをご覧になった皆さんはですね、楽しみにしていただけたらなと思います。メッキとノーメッキでまず何が一番違うんですかと言われた時に、僕は厳密に言うと2つのことが違うと思っています。で、一つはメーカーサイトとしてはおそらくメッキをしてもノーメッキでもスピン性能とかあまり変わりませんよっていうふうに言うはずなんです。実際僕もこれ今メッキしてる状態のものでプレイをしていて、何の問題もなくスピンはかかっています。なのでスピンがかかるとかかかんないとかっていう話はおそらくメッキ云々よりもそのクラブがまあ新しい状態かどうかっていうことの方がきっと影響は大きいと思うんですけれど、ほとんど変わらないっちゃ変わらないけど、僕はノーメッキの方が、弾かない感じがします。
これは、メッキ屋さんに聞いたんです。ノーメッキな状態とメッキな状態、何が違うと思いますかって言ったら、まあ、なんだかんだ言っても、メッキっていう何かを 上にその乗っけるので、当然そのメッキには硬度が存在するので、メッキの種類によっても当然いろいろあるんだけれども、まあ、ちょっとこう弾いた感じがしちゃうっていう僕が言ったら、それはあり得ると思うよと。自分はメッキ屋で、そのゴルフクラブのことは詳しくないからわからないけれど、当然メッキをする前の状態とした後の状態で何か物を打った時にフィーリングが変わるっていうことは、まあ当然それはあるんじゃないのっていうお話はもらったことがあります。で、僕はノーメッキのものの方がフェースになんか乗ってるような、ちょっと食いついてるような感じがプラスもかもしれないけど、なんとなくそういう風な印象を持つので、割とノーメッキのものを、まあ、頼めるんだったら頼むことが多いです。もう一つは、削ったりした時に、メッキなものを削ると、そこだけ錆びちゃう感じになるじゃないですか。で、あれが実は僕あんまり好きじゃなくて、ノーメッキだと全面的に錆びちゃってるんで、そこだけ仮に削っても、そこをもう一回多分錆びちゃったら、もうわかんないんですよね。それも結構僕の中でメッキじゃなくてノーメッキな方を選んだりする理由だったりします。まあノーメッキ買ったから絶対に削ってるわけじゃないんですけど、削ったりとか調節したりとかするときに、例えばメッキとかだとね、内角曲げるときにシワが寄ったりとか結構そういうのするんですよ。そういうのがないっていうのもノーメッキなものを選ぶっていうのの理由の一つかな。で、まあ今二つって言いましたけど、まあ強いて言うと三つ目言うと、結構アメリカのツアープロとかがノーメッキ使ってるのが昔から、こうちょっとね、茶色く錆びてきたりとかして、まあそういうのかっこいいなって、まあ思ったミーハー心があるっていうのも、それはまあ、事実です。どこで買えるのってこの話になってくると思うので、まあそれはですね、多分、ボーケーさんがフィッティングしてるイベントとかに参加をしていただくと、その会場では頼めるはずです。あとは、シダル TV のメンバーシップの一番最上位のものに入っていただくと、僕と直接連絡ができるので、もしノーメッキ欲しい人は、そこから僕に連絡をください。頼めるように、僕の方からお願いをしてみます。保証はできませんけど。ただ、これは、ご本人から聞いたわけではないので、あくまでまた聞きなんですけど、とあるプロ、結構シニアの、もう A 級シードを取られているプロが、メッキのソールの方が、滑る、抜けるっていう言い方をされてました。だから自分はノーメッキじゃなくてメッキを使ってるんだっておっしゃるプロもいたので、決してメッキがダメなわけではありません。メッキでも十分冒険のウェッジのいい性能を感じることができるし、実際、まあ、錆びたりしないんで、お手入れとか管理は楽です。僕も今、ノーメッキのではなく、メッキのこれを使って、で、この5660の、まあ、要は、ロフトとか、ソールとかの違いを感じて、いいなと思って使ってるわけで、必ずしもノーメッキが優れているとか、メッキが劣ってるとか、そういう会話ではないので、普通にだからメッキを使ってます。ただ、純粋にその削ったり、微調整したりするのに、あとはちょっと寂しさしちゃって、こう、風合い出したいな、ちょっとミーハー心でかっこよくしたいな、みたいなところで、ノーメッキが頼めるんだったら頼みたいなっていうところがあり、まあ、頼んでるっていうところです。でもね、これ結構個体差の問題を若干、デリケートな話なんですけど、まあ、もし、ノーメッキ来たけど、メッキなものの方が結果がいいんだったらメッキ使うし、そこはまあ、そんなに、難しく考えてないです。いい方、良かったらいい方を使う。あと、市販されているボーケーの仕上げが今3種類あるはずなんですけれど、その中の真っ黒のヘッドは、あれは黒染めというかコーティング、あれはメッキではないはずなので、あれは打っていると、要はノーメッキ状の形にな、ノーメッキと同じではないかもしれないけど、結構そういう風合いに近いかなとは思います。実は 56F は僕その黒いのも持ってます。何が違うのかなっていうのをこのメッキとその黒いのでちょっと打ったり打ち比べたりはしてますが、まあ、正直トラックマンで測ったりとかする上においてはそんなにデータの差はないかなっていうのが実際です。ただ黒いものとメッキのものとで当然その、まあ、膨張するしないが問題が出てきて同じその地面にポンと置いた時にメッキのものの方がちょっと大きめに見えるな黒の方がやっぱちょっとキュッて引き締まって見えるなっていう違いはありました。でもまあ写真で撮ると同じサイズに見える。だけど、
置いて人間の目で見てると黒い方が小さく見えるっていう違いは感じたので、まあ、そこはまあ自分の目の見た目の好みとして、あのシャンパンゴールドみたいなモデルもある、全部3種類あるので、まあそれの中からメッキを選ぶか、シャンパン、そのゴールドを選ぶか、またはブラックを選ぶかっていう選び方でもいいと思いますし、まあもしノーメッキ頼みたければ、まあ頼めるところがあればね、そういうところ使って頼んでみるっていうのも面白いかもしれないです。自分が使ってるウェッジで1年使ってもうこれ使えないなと思うことはほぼないです。十二分に使えます。ただ新品と比べちゃった時にやっぱり新品の方がスピンがかかるなっていうふうには感じます。これはちょっとじゃあウェッジがスピンがかかる、スピンをかけるまあ理屈としてね、大きく分けると3つの要素がまあ、あると考えているんですけれど、まあ簡単に言うと、ロフトの大小によってスピンのまあ量は変わります。だから当然40度のもので打つより50度、60度で打った方がまあバックスピンは増えるでしょう。次に、フェース面がまあいわゆる平らであればあるほど、いわゆるボールと接地するまあ時間というか、それが多少でも長くなるので、平らであるほどスピンがかかります。で、そこが実は新品のウェッジと、まあ、いわゆる使い古したウェッジの違いの部分ですよね。だから新品のものの方がやっぱりここがだれてないので、まあ、その分スピン量が増えるんじゃないか。ロフトって面に関して言うと、5年前に買った56度も今買った56度もまあ56度でしょう。3つ目、今度ボールに対する打点っていうかクラブの入れ方、つまりは技術によってスピンがかけられるかどうかっていう部分が出てきて、その面で言うと別に1年2年使ったウェッジだろうがバックスピンをかけることは全然できます。いわゆるその面の要は平面精度の高さによるスピンにやっぱり依存するタイプはやっぱりその新しいものを買っておかないとスピン量がっていう風にまあなっちゃうんじゃないかなと思いますし、もっと言うと今言った一つ目のロフトとフェース面の精度っていうことに関して言うとヘッドスピードと比例して、ウェッジでボールを打った時に、前に行く力と、ロフトによって、ボールが上に行く力と、二つのこう力が発生をすると思うんですね。で、その時に、この間で、まあ、バックスピンが発生するような動き、物理的な動きっていうのが、まあ、ウェッジにかかっていると思うんですけど、その時の、今言ったロフトと面の話っていうのは、そのヘッドスピードが速ければこの矢印が長くなって、ヘッドスピードが遅ければヘッドの矢印が短くなるっていう、そういう関係性を持っているので、まあ早く振ったらバックスピン増えるよね、ゆっくり振ったらスピン減っちゃうよねっていうのも出てくるんですけど、その最後言った3つ目の打点、クラブのリーディング、そのどこが入ってくるか、なんかボールのどこを打っていくかっていう、そのいわゆるテクニックに関して言うと、遅いスピードで打ってもスピン量を増やすことが、まあ、いわゆるテクニックとしてできるので、そういったもののどれを使うかによって、ウェッジの寿命っていうのは変わってきちゃうと思うんですね。で、とあるプロは、もう永久シード取られているプロは、新品のウェッジが来たら、1年って言ったかな、半年って言ったかな、プライベートなゴルフで使うんですってね。で、そのトーナメントに投入するときには、ちょっと慣れさせておいて、まあ、ある意味ちょっと熟成じゃないけど、させてから試合に投入をしますと。じゃないと試合の現場でいきなりそれを使うとスピンがかかりすぎてしまってコントロールしづらいんだっていう表現をされていました。あるプロはもう毎試合1試合ごとに新品を投入していくっていうプロも実際にいらっしゃるそうです。タイガーウッズとかをアイアン1ヶ月とか何ヶ月とかにもう1回もう新しいのに切り替えていくっていう話もなんかどっかで読んだことがあるし、結構ね寿命っていう表現で言うと多分それは自分がそのもっとスピンかかってほしいなって思っちゃったらきっとその寿命なんだろうなっていうところだとは思います。まあ、僕は SM6、7、8 って使ってて、まあ大体ほら2年間でしょ。でその間はずっとそのままだったりはします。 SM8 もまあ1年半ぐらい使っていて、今はそのまま普通にそれでゴルフしてって言われたら普通にゴルフできるんですけど、まあ、SM9 がせっかく発売したんで、SM9 が発売したから買ったっていうか、試打したらすごい良かったから、まあ、もっと言うと今回はね、ロフトを変えたかったっていうのもあり、まあ、同じロフトの5458の SM9 も買ってるんですけど、今回はこの5660をトライしたかったっていうこともあって、まあ、ウェッジを
買いました。だから寿命だから買い替えたっていうわけじゃないっていうところもあります。でこの間そう伊沢利光プロがそのゴルフパートナープロの解説でこうクラブのお話をした時には半年後ぐらいで大体買えるっていう表現もされてました。だから本当人それぞれで、ラウンド数が例えば月1回とか2回ですっていう方で、あと練習場のマットで打ってますっていう方だったら、多分3年、4年、5年使っても多分何の問題もきっとないと思います。中にはほら、ラウンドの回数がね、年間でもう100だとかね、100何十だなんておっしゃられる方なんかは、やっぱりアプローチとかね、バンカーで打つ回数多いと思うので、まあ、そういう方が、まあ、ウェッジのそのフェースとか見ると、まあ、傷ついていたりとか、凹んでいたりとかすることがあると思うので、まあ、そうなってくると、なんか、ちょっとウェッジ新しくしたいねってきっと思うかもしれないんですけど、でもその方があんまりフェース面に依存しないスピンのかけ方をしている方だったら、全然大丈夫だよっていうと思います。元も子もないことを言うと、変えたくなったら変えときっていうところが多分最後、結論としては出てくるんじゃないかと思うんですけど、まあ僕は基本的には、よっぽど何かえぐれたりとか、変な大きい傷がつかない限りは、まあ大丈夫だと思います。2年、3年、4年、まあ5年使っても。でも、やっぱりそのバンカーの練習する量が多かったりするとね、凹んでくるんですよ。だから指で触って明らかに凹んでるなとかだったら、ちょっと買い替え検討してもいいかなとは思います。まあ、僕は新しいモデルが出たから買ってるんで、つまり2年間に1回買ってる。で、まあ2年間に1回って言いながらも、同時に何本も買ったりもまあしてはいるので、まあ厳密にそのウェッジだけを使い続けてるわけじゃないですけど、まあ自分がプレイするんだったら、あ、でもね、学生時代とかプロテスト受ける前とか一生懸命練習してる時には、やっぱり1年で1本ぐらいは潰してました。ほんとね、溝が何にもなくなっちゃうんですよ。この辺だけ。でもそこを明らかに指で凹むので、さすがにそれは先輩のプロとかから、もうちょっと新しいのに変えた方がいいんじゃないなんて言われたことはありましたけど。あと、このソールがね、凹むの。真ん中ら辺が。これも多分ずっとそういうバンカーとかで練習してるとなんでしょうけど。で、なんかその凹み方とかで、この人上手い人とかっていうのを言われたり、こいつの凹み方上手くないなって言われたりっていうのも昔は結構ありました。結構昔ってその一つのウェッジを穴開けたりとか、曲げたりとかいろんなことをして自分用にこう使いやすくカスタムするっていうのが多かったりとかしたんで、一回それを作っちゃうとなかなか変えられないっていうのもあったりはしたと思うんですけど、今はもうこういういろんなグラインドの種類のものが最初から発売されていて、割と最初から自分にこうすってこう使えるものが手に入りやすいっちゃ入りやすいと思うので、まあ、そういう意味ではまあ本当ちょっとフェース面が汚く、まあ、傷がいっぱいついちゃったりへこんじゃったりした時にはまあちょっとウェッジ買い替えてみるっていうのも、まあ気分もね、良くなるし。確かに新品のウェッジで言うとスピンちゃんと入るし。まあそういった面においては、まあ一応推奨じゃあ2年ぐらいにしときましょうか。一応ね。でももちろん長く使う人はもちろん長く使ってください。で、いやいや、自分は半年に1回買い替えるなって方がいてもいいと思います。そんな回答でよろしいでしょうか。この1本がなきゃ困るみたいな依存するクラブを、作りたくないっていうのも正直僕はあって、まあ、コロコロ変えてるっていうのも、要はその一本がなくなっちゃうと自分のゴルフができなくなっちゃうみたいなものを作りたくないっていうのも実はちょっとあったりはします。言い訳っぽく聞こえるかもしれないですけど、どんなものが来てもある程度さっと対応できるような、こう、柔軟性というか、どんなものでも打てるよっていう状況を作っておいた方が逆にそのゴルフが長持ちするかなっていう部分の僕の中ではちょっとあったりするのも、まあ、内心そのことを思ってますよってところですね。シザル TV でフォワッツインザバックを公開を、まあ、した後にこの石井亮介チャンネルの方でフォワッツインザバックに入れなかったクラブたちっていうのは、それはそれで別途またご紹介をして、なんでそれが、まあ、エースのところになり得なかったのかっていう、そんな話もですね、ちょっとできたら面白いんじゃないかな。皆さん、興味を持ってくださるんじゃないかなと思って今、企画準備をしております。まあ、といっても、まだエース決まってないので、どのクラブがそこにノミネートされるのかわかんないんですけど、まあ、エースという、その、シダル TV で、フォワッツインザバックで紹介はされなかったけど、でも、何かいい見どころがあって、僕が買って、試したクラブっていうのは、まあ、ちょっとこう、ご紹介できたらな、というふうに思っておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。ということで、今日は、石井亮介 SM9-5660 にしちゃうかもよ、なんていうお話でした。
いいのボタンとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。今日もですね、お話にお付き合いいただきましてありがとうございました。また次のお話でお待ちしております。